ミックイラストを描くときに、使う大定番、コピックシリーズです。一番有名なのは、こういったコピックスケッチというこういうコピックスケッチという商品だと思います。片一方がこういう、角型の先がついていまして、もう片方がこういう、わかりますかね、ブラシタイプの、先がついているのがコピックスケッチです。で、色数はこれだけ今300色以上今あります。で、あと同じシリーズで、コピックチャオ、コピックチャオというのがあるんですけども、まあここに書いてあるんですけども、エントリーモデルとして、販売されているもので、ブラシですね、先はペンの先は基本的に先ほどの、コピックスケッチと、同じ先を採用されています。コピックスケッチは、こういった横から見ると楕円形ですね。で、コピックチャオは、こういった円形のものになってます。インクの量がちょっと少ないので、エントリーモデルとしては、お求めやすいと思います。で、こちらの方が、昔は、コピックマーカー、コピックとして売られていた、今は、コピッククラシックとして販売されている四角軸の、マーカーです。これはですね、ペン先2部が、先ほどのコピックスケッチとは異なっています。こちらの方は角型なんですけども、ちょっと幅広になってます。もう片方はいわゆるマーカータイプ、丸芯ですね、丸芯の、マーカータイプが先についています。こちらはもともとコミックというよりかはどちらかというとイラストを、描くときだったり、あと製図とか、あとパース図ですねとか描くのに使われていたものです。で、最後に、こちら今バリオスインクというやつです。最近形が変わりましたが、補充用のインクです。使い切っても、補充ができる、マーカーとしてずっと使っていただくことができます。こういった、2部の補充のものだったり、こういうケースだけも販売されていますので、ご自身で色を集めて管理することができたり、最初の方にはこういったセットも販売されていますので、こういうセットを最初に購入されて、あと必要な色を追加していくっていうのもありかもしれません。この動画が良かったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。